はい、キャプテンスのバイブルトークです。ヨハネの福音書、こう幕屋のこう、ね、中にこう入っていって、中に進んできましたけども、いよいよですね、聖所の中のこの幕屋の中のこの天幕の中の講壇、一番正面にある講壇、もうその前はこう幕があって、その幕の向こうに、契約の箱があるんですけども、その講壇、講壇というのは祈りを表すんですけども、その祈りにあたる部分、大祭司の祈りというところに入っています。今日は、ヨハネの福音書17章の1から19まで、大祭司の祈りです。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。ここから祈りになります。それまではね、弟子たちに話を、告別説教をしてたんですけど、最後、イエス様は祈ります。で、この祈りってね、3段階に分かれていて、最初は自分と神様です。あなたは子に全ての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は父上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、ということで、もう個人的な自分と神様との関係についてこう祈っています。でその中でこの目的がね書いてあるね。それは永遠の命を与えると。三節、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使われたイエス・キリストを知ることです。それが永遠の命です。まあ、ここでまた説明するとねこう長くなりますけども、イエス・キリストは私たちに永遠の、じゃあ、ヨハネ3章16節だよね。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ね、永遠の命、それは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。知るっていうのはまたね、ギノスコです。で、栄光を表してくださいと。6節からこっから祈りがね変わります。あなたが世から選び出してくださった人たちに私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。この彼らというのは、あなたが世から選び出してくださった、出して与えてくださった人たち、つまりイエスの目の前にいる弟子たちのことですね。弟子たちのために、今までそれメッセージしてきました。これから私はここからいなくなるけども、お前らそこに残るんだけども、まあ頑張れよっていうか、まあ頑張れじゃないですけど、もっとねちゃんとしたあれですけども、結構大変だよこれから。で今度は彼らのために取りなしの祈りをします。あなたが私にくださったものは全てあなたから出ていることを今彼らは知っています。さっき話しましたからね、私と父は、ね、一つです。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。御言葉を与えました、ね、聖書を与えました。彼らはメッセージを与えました。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、ね、本当に知り、ね、あなたが私を使わされたことを信じましたと。知って信じる。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから、この世ではなく彼らのためにお願いします。この世に残される彼らのためにお願いします。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。これジャイアンよりはマシですね。私のものは、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものじゃなくて、私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもの、だとこう対等な関係ですね。で、これ神様とこのイエス・キリスト。で、私は彼らによって栄光を受けました。これすごいね。
彼らの中でって訳もあるね。まあいいや。で、私はもう世にいなくなります。彼らは世にいます。が、私はあなたのもとに参ります。聖なる父を私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。ここが大事なの。お守りください。私たちと同じようにどのように守るかというと、彼らが一つになるためです。という重要ですね。彼らが一つになる。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。予言の通りと。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。ということで、この世に残ります、彼らは、弟子たちは。で、そのために必要なの、ね、この世は本当にこうね、いろんな、攻撃があり、迫害があり、そして、誘惑があり、そのために、そこで残るために、彼らが、そこからね、こう、守ると言っても、そこから取り去られる、ね、安全地帯ですっていうところに行くんじゃなくて、その中にいながら守られるために必要なことがいくつか書いてある。人のうちの一つは、彼らが一つとなること。分裂しないってこと、一つとなる。で、分裂を恐れてね、なんか言いたいこと言わないっていうのもおかしいと思うね。おかしい。あの、カルト の教会の、まあ、兆候としては、教会批判しないとかね、お互いこう批判、上の方に批判しない、つまり分裂しないようにと言われるんだけども、カルトになっちゃいますので、おかしいことはおかしいって言いながらも、でも、分裂はしない、一つになる。それが可能です。可能だと思います。意見違っても一つになるっていうのは可能だと思います。それは、ちゃんとしたね、一番重要なところが一致してれば、その他のことが多少ね、違っても一致できると思います。それが一つ目ね。一つとなる。話長くから言わないけども、俺は七人の侍とか映画好きな、あと、荒野の七人とかね。あれみんなバラッバラだけども、一つ真ん中にちゃんとした目的があれば、まとまるんですよ。まあ、また別の時に話しますけども。で、ポイントのもう一つは、御言葉ですと。ね、御言葉を与えました。あ、また、喜びもあるけどね。喜び。13です。そして、御言葉を与えました。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。つまり、御言葉が真理であり、聖書が真理であり、聖書の基準で歩んでいくときに分裂もしないし、彼らは守られる。ただ、その聖書のね、訳とかこう解釈の仕方でね、まあ、分裂っていうのは、ね、もう言い合えばいいんだ。言い合うことは俺大事だと思う。分裂って言葉がおかしいんだけども、こう、ユダヤ人それできるんですよ。ユダヤ人。で、日本人それ下手くそなんですよね。なんかこう、意見が違うとこう分裂しちゃうんだけども、だって、白か黒かじゃないと思うんだけども、まあ、あんまりいいや。また来週、その辺の話はしようと思いますけども。で、御言葉が大事です。だから自分は福音派なので、聖書、ただ、は正しいと思ってます。で、もちろん時代とか文化によって、いろんな文化的なものは変わっていったとしても、でも本質的なところは変わらないと思ってます。じゃあその本質的なところはどこなのかっていうこと、それが本質は何なのかってことを聖書学者だけじゃないですよ。私たち普通にね、この一般信徒が考えて自分の意見を持てばいいと思うんですね。ただ、中心にあるのはやっぱりこの聖書、御言葉ですと。それが真理ですと。その真理によって、聖書の真理によって、この世から性別されると。この世の真理っていうか、この世の真理以外のものは真理じゃないですけど、この世の価値観とかっていうのは、時代とともに変わってきますけども、でも、聖書の真理っていうのは変わらない。
あなたが私を世に使わせたように、私も彼らを世に使わしました。このね、私たちがなぜね、このね、地上で、こう、安全地帯に行かないで、ここの危険なところに いなきゃなんないかというと、使わされてる。これが一番大事ですね。戦いの中に、このね、私たちが使わされている世には、患難があり、誘惑があり、もう嵐があります。ね、こう私も今、暗雲の中にね、こう、季節してというかね、別にそのつもりないんだけども、で、その戦いの中で私たちは、真理の御言葉によって性別されているって、だから聖書を捨てちゃダメなんですよ。聖書は置いといてってやっちゃダメなんですよ。聖書なんですね。もちろん祈りも大事なんですけども、で、そこまでしてそこに使わされているのは、理由がある。キリストがそうだったように、私たち一人一人にもこの世に成し遂げる使命があり、飯があり、そのために賜物が与えられていて、じゃあそれが何なのかは、ね、それぞれ一人一人違うんですけども、私も彼らを世に使わしましたと。私たち使わされてます。私は彼らのため、私自身を性別します。彼らも自身も真理によって性別されたためです。そしてその真理は、御言葉ですということで、毎日こうやってやってるわけですけども、明日、ね、次の、この後半、イエスの大事なの後半になっていきます。それではまた。あ、ちょっと待って。これ、今日のこれはですね、メトロミニストリーということで、これもすごい20年ぐらい前かな。私が子供の働きに、もう、実際伝道にどっぷりハマる原因を作った人の、教会の T シャツ、ビル・ウィルソンという人がですね、今から何年、20年以上前だね、2000年ちょっとだよね。最初来た時にここにほっぺでね、伴奏、でっかい伴奏を貼ってたビル・ウィルソン。ビル・ウィルソンの話はね、また他のところで、なんで神様信じてんののどっかでしてると思う、してるかな、多分してると思うんだけども、ニューヨークで、2000人以上の子供たちのね、教会学校をやってる、ビル・ウィルソンの、教会学校セミナーっていうところに行った時に、多分そうだよね。それか、その2年目ぐらいかもしれない。とにかくそこで買ったもので、いまだに、本当は背中にですね、なんか、ビル・ウィルソンって本当にこう、俺でも書けるよっていうので、サインもしてもらったんだけど、あと聖書にもね、書いてもらったりしたんですけども、その T シャツがまだ、あります。ビル・ウィルソンの話すると長くなりますので、じゃあここまでしたいと思います。詳しくは、他の動画でということで。それではまた。ごきげんよう。